きチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日はですね、はい、聞きたくないでしょうけどね、やっぱり里崎チャンネルは、はい、耳が痛い話にも突っ込んでいくっていうところでね、はい、ベストも出せば、はい、ワーストも出しますよっていうところでね、先週は、はい、2000年以降の最強のバランスを取れたチームはどのチームだっていうね、トップ5を出しましたけども、はい、今週は最悪なバランスだったね、あのチームワースト5位です。はい、何嬉しそうやねんって話だけどね。まあ、すごく弱かった年のどのチームかってことですね、うん、弱いじゃない、バランスが悪かった、はい、あくまでバランスなんですね。そうそう、だって、はい、強いだったら優勝のチーム言っとけばいいだけだから。あ、そうか、パリーグセリーグでも優勝してないけども、うんうん、バランス的には良かったねっていうチームがトップ5にも入ってたんでね、はい、強いとか弱いじゃない、うん、あ、じゃあ今回もワースト5の中に別に最下位じゃなかったけどバランス悪かったチームも入ってる可能性もある。もちろんある、うん、で、はい、各年度によると2位だったのに、はい、一番バランスが悪かったねチームっていうのもある年もあるのよ。2位なのに、うん、バランス的に悪かったねっていうその計算上ね、はい、まあ、そういうのも出てくるわけ、はい、うんうん、だから必ず最下位だったかどうかは分かんないけども、はい、バランスが悪かったねそのチームっていう、はい、ワースト5位です。そうだ、全然噛み合ってないなっていう感じですね。そう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 、はいはい、だから第5位からの発表です。セリーグですね。セリーグ、はい、ワースト、うん、第5位は、はい、同率です。はい、だから4位が同率なんですよ。ああ、じゃあ5位、はい、5位4位が一緒、はい、はい、だから4位が2チームあります。はい、2005年の広島カープ、へえ、164ポイント、そして2011年の横浜ベイスターズ164ポイントでマイナスのマイナス164ポイントです。マイナス164、はい、へえ、だからプラスだと200とかだったじゃないですか。そうですね、だからマイナス164ポイントなんですよ。はい、だから言うとまあ、2005年でいうともちろんポイント数は阪神が135ポイントプラスなんですよ、うん、ということは合わせると約300ポイント差です。わー、すごい。振り返っていきましょう、はい、振り返りたくないでしょうけど ね、はい、でも結果だから仕方ないよね。まあまあデータ上もね、検証していかなきゃいけないから、はい、だから2011年、うん、小花さん監督で47勝86敗で最下位でございます、はい、こちらスターティングメンバーが多かったところで言うとですね、うん、1番石川2割6分ホームラン22打点、うん、盗塁12、うん、2番渡辺、うん、2割6分6厘ホームラン1本、うん、3番スレッジ2割6分ホームラン20本57打点、4番村田2割5分3厘ホームラン20本70打点、うん、5番ハーパー2割7分8厘9本リーダー39打点、うん、6番金城2割7分2厘ホームラン3本29打点、うん、7番吉村2割5本塁打11打点、8番細山田2割8厘1本塁打11打点、うん、で控えに筒香2年目います、2割4分1厘ホームラン8本22打点、藤田和也3割3厘1本塁打15打点、うん、この後ね楽天に行くから、ね、はい、森本1人います、1割8分7厘1本塁打9打点、うんうん、ピッチャーは、もう悲惨です。はい、一番勝ってるピッチャーが高崎29先発5勝15敗一番勝ってて5勝なんですか。うん、で三浦大輔さん、はい、18先発、うん、5勝6敗、はい、防御率 2.91、うん、この2人が一番勝ってます。5勝、まあ、でも防御率は番長も2点台ですもんね、うん、で他に加賀、うん、先発9試合4勝3敗、はい、小林、4勝3敗、須田17先発2勝6敗、リリーフが山口守護神です、はい、34セーブ、うん、2.49、 あと真田 4.22 防御率、江尻2勝2敗 2.06、篠原さん、67試合登板で、1.84 防御率、うん、大原 3.05、牛田 3.69、藤江47試合登板 1.58 です。へえ、はい、ちょっと苦しいです。まあそれは仕方ない、最下位だからね。まあそうですね、うん、確かにこう、まあ、わあすごい成績だなっていう選手がまあいない感じなんですね。うん、これちょっとバランス悪かったですね。うん、そうですね。で続いて同率4位の、はい、2005年の広島カープです、はい、58勝84敗4負け、はい、山本浩二さん監督です、はい、1番尾形さん監督だったね、はい、3割6厘21本塁打57打点、うん、で2番、山崎、2割5分5厘1本塁打9打点、うん、で3番島、うん、
2割8分8厘27本塁打77打点、うん、4番ラロッカ3割3厘18本塁打56打点、5番前田さん3割1分9厘32本塁打87打点、うん、あれ前田さんエグいな34歳バリバリやなまだで6番新井ちゃん3割5厘43本塁打94打点、はい、で7番、野村さん2割7分6厘4本塁打29打点で8番倉さん2割1分4本塁打22打点、うん、で控えに栗原6年目、ね66試合スタメン出てます、うん、ファーストで3割2分3厘15本塁打43打点、うん、で木村拓哉さん2割4分6厘2本塁打16打点でキャッチャー4年目石原がねここら辺から台頭していきます、はい、結構バッター良くないですか、うん、で森笠3割6厘2本塁打で尾形3割3厘のこちらも46試合尾形で森笠29試合スタメン出てます、はい、いいねこれでスタメンで3割超え3人もいますよ、うん、でも数字上ね、はい、でピッチャーは黒田さんが15勝12敗あいいじゃないですかで大竹が10勝12敗、はい、で小山田6勝11敗デイビー6勝6敗、はい、でロマの5勝4敗、うん、長谷川2勝10敗でリリーフが抑えベイル24セーブ梅津33試合登板 2.53、うん、で、長川、3年目57試合防御率 3.13 3勝5敗2セーブ、うん、で佐竹、5.94 防御率50試合登板、うん、こちらワーストさっきの横浜と一緒の数字です、はい、でもそんなねあでも、うん、大竹投手も10勝してるじゃないですか、うん、でも10勝12敗で、失点とか自責点がリーグトップみたいな防御率 5.62 だもん、はい、で10勝してるのでじゃあ打線はえげつなかったんだろうね打線すごかったけどピッチャー失点もえげつなかったんだろうねかなりそういう感じなんでしょうねうん、だからバランスが悪いになっちゃうんだよねってことでしょうね、うんうん、こちらが同率4位ですでもすごいね打線えぐいねい打線結構ですよねえ、はい、結構パンチ力ありますよねだからピッチャー頑張ってたらね、はい、この年も良かったんちゃうかっていうね、はい、そうですね、うん、さあ続いてですね、はいワースト3位ワースト3位です、うん、ワースト3位はですね、はい、180ポイントでマイナス、はい、マイナス180ですね、うんはい、2017年のヤクルトです45勝96敗真中さん監督、はい、多分16連敗ぐらいした年だと思う、はい、でもこの年は1番坂口オリックスから来てね、はい、2割9分4本塁打38打点2番サード藤井、うん、もうこれね怪我人続出で人全くいなかったのよそうなんだ2割5分7厘で3番山田哲人2割4分7厘24本塁打78打点、うん、で4番バレンティン32本塁打80打点5番雄平3割6厘2本塁打32打点、うん、6番荒木ファースト2割7厘6本塁打25打点、うん、7番キャッチャー中村2割4分3厘4本塁打34打点、うん、8番大引き2割2分7厘5本塁打29打点で、山崎とかね孝太郎、うん2年目2割4分2厘リベロ2割1分5厘、うん西浦2割8厘上田2割3分4厘奥村2割3分9厘大松1割6分2厘怪我して人いなかったんですそうですねめちゃくちゃそして村上様もまだ入団してないっていう、うんうん、で、ピッチャーはね一番勝ち星挙げたのは小川8勝7敗 2.83 でボケナ6勝13敗で星4勝7敗石川4勝14敗、うん原樹里3勝11敗、うん、山中2勝6敗吉野里3勝5敗、うん、リリーフは秋吉が10セーブだけども 3.35近藤54試合投げて 4.72 防御率、うん、ルーキー 2.97 防御率石山が5年目で 3.03 松岡37試合登板して 3.51 と、うん、まあなかなか苦しかったねそうですね勝ち越してるピッチャーが小川投手の1勝のみぐらいですねうん、うんまあ、これで怪我人も多かったしね、はい、何気にきつかったねそうですねこれはねへ、うんうん、まあ、これがじゃあ3位ですね、はい、続いて、はいワースト2位の発表です、はい、ワースト2位はこちらです2009年の横浜ベイスターズおー2009年51勝93敗監督大谷さんから5月19日に、田代さんに代行で変わってますはい、はい、こちらですワースト2位188ポイントマイナスですへー1番金城2割8分2厘9本塁打34打点、うん、2番藤田2割6分9厘4本塁打20打点3番内川3割1分8厘17本塁打66打点、うん4番村田2割7分4厘25本塁打69打点で佐伯さん2割5分8厘12本塁打55打点吉村2割4分8厘16本塁打54打点、うん、石川2割4分2厘2本塁打24打点キャッチャー細山田1割5分8厘
でジョンソンいます、外国人1年目2割1分5厘24本塁で57打点、今だったらいい方になるんちゃう、そうかもしれない、ね、2割1分5厘やけどホームラン24本打ってるからまあいいんちゃうかみたいな、はい、24本打ってくれたらもういい OK ですよねこの当時だったらもうこれでクビだからね、うん、まあ、でも相変わらず内川選手はやっぱり3割超え打ってるという、そうだね、うん、でピッチャーはね番長が28試合先発して11勝11敗 3.32、はい、ウォーランド5勝10敗 4.80、うん、ランドルフ5勝2敗 1.96、 グリーン3勝15敗 5.11、うん、吉見3勝4敗 4.28、 工藤さん2勝3敗 6.51、 でリリーフは木塚高崎、石井、真田、加藤、山口、山口俊51試合登板18セーブ 3.27、 ちょっと防御率がしこたま悪いね、木塚も 4.83、 工藤さん 6.51、 吉見 4.28、高崎 4.01、 石井 4.26、 真田 2.99 の加藤 3.68 っていう、はい、リリーフでちょっとここまで防御率悪かったらちょっときついね、そうですね、あ、まあ、先発ピッチャーもやっぱり規定に乗ってるのが番長のみっていうところ で、 だ、ね、で勝ち越してないんですよねやっぱり、うんうん、負けが多いという、で番長も195イニング投げてるからすごいね、あ、そうですね、うん、36歳でね、ここはすごいけども11勝11敗っていう、うんうん、これはちょっと打線の援護が爆発力あるけどね、そうだって村田が25本塁打打ってるのに69打点しかないってことはランナー出てないよね、あ、まあそっか、そういうところ、うん、打者だけの中でも噛み合ってなかったりっていうのもあるんだね、うん、これがワースト2位です、はい、じゃあ1位はどこなのか、それでは残念ですけど、はい、22年間で一番バランスが悪かった最弱チーム、はい、こちらです、はい、マイナス222ポイントです、マイナス唯一の200点超えです、はい、2010年、はい、横浜ベイスターズ、おー、わー、トップ2横浜来ました、こちら多かったスターティングメンバーの中での打順です、うん、はい、1番内川3割1分5厘9本塁打66打点、うん、2番石川2割9分4厘、3番ハーパー3割1分6厘19本塁打56打点、4番村田2割5分7厘26本塁打88打点、5番スレッジ2割5分2厘28本塁打78打点、6番下園2割8分6厘3本塁打28打点、7番カスティーヨ2割7分3厘19本塁打55打点、8番竹山1割8分7厘1本塁打22打点で、ベンチに藤田ね3割8厘1本塁打15打点と、はい、いますけども、はい、ねえ、はい、でもホームラン外国人も3人揃って15本以上打ってるから今だったらもう多分おーいいじゃないかって言われてるね、まあ、外国人がこれだけいるっていうのはいいですね、うん、内川選手いて、でもワーストよということはピッチャーか、ピッチャーじゃないですか、じゃあ見てみましょう、はい、ピッチャー清水直さん、はい、10勝11敗防御率 5.40、はい、うん、大谷さん7勝9敗防御率 4.59、はい、加賀3勝12敗防御率 3.66、うん、番長3勝8敗防御率 7.23、うん、ランドルフ2勝9敗 4.25 防御率、うん、手原4勝3敗 3.67、 でリリーフが抑え山口54試合30セーブ 2.62、うん、真田62試合 3.88、 江尻54試合 4.22、うん、加藤49試合 7.81、 牛田41試合 1.21、 お、牛田いいね、徳島商業、うん、っていうところです、はい、まあでもちょっと大谷さん、これ大岡さんじゃないですかね、あ、大岡ね、はい、同級生俺、うん、いやー厳しいね、ちょっとピッチャー陣そうですね、うん、防御率だってほぼほぼ直さんも10勝11敗だけど 5.40 だから203イニング投げてるのはすごいけどね、貯金作ってる方がいないですもん、ね、誰もいないね、先発で加賀なんて借金9だからね、うん、えぐ、これはちょっとやばい、この年がそうですね、ワーストでございました、打線はでもそこまでなんか悪くないけどねっていう感じはありますね、うん、今だったらハーパースレッジカスティーヨ全球団でレギュラーいけるよ、いけますねでも今シーズンのね、うん、セパともにそこまで外国人がいない、全球団でもハーバーなんてめっちゃいいじゃんって言われてたと思う、はい、この年多分何も言われてないと思うけど、そうですね、まあ大したことないなぐらいでしたかもしれないですけど、へ、いやこのチームはね、はい、ワーストっていう、まあ、仕方ないね、はい、データ算出されたんでね、うん、そうですね、はい、まあ、過去を振り返るっていうやつですからね、うん、はい、はい、まあ、バランスが悪かったという、はい、はい、そうですね、ということで、はい、明日はパリーグとどういう算出をもとにチームを計算したかっていうプロセスも発表します、やっと教えてもらいます、はい、ぜひ明日もご覧ください、はい。